こんにちは、ネモです。パープルアプリやっていきます。今回は、モンストスーパーミキサーガチャ、462個バッジ分いきたいと思います。で、モンストミキサーなんですけど、僕の方は、スタジアムオートで回した分と、本当に収録分と、この前生放送したサクセス分ぐらいしかできず、まあ、合計462個でしたと。で、クイバタは、もらったやつに大丈夫の R 博士像をぶっ込んで、スーパーミキサーを解放しました。なので、引いた回数1回になってます。動画のどっかで引いたやつですね、この1回は。で、僕は、クイバタを45にしたいのもあるんですけど、どっちかっていうと、天才の入部届が欲しいので、スーパーミキサーを回そうかなと思ってます。では、皆様、お付き合いください。行きましょう。多分こういう回し方で間違いないよね。おお、いきなりじゃん。で、そうか、確定か、初回ね。びっくりしました。初回確定でしたね。はい。クイバタの SR もらいましたと。レーザービーム、追い打ち、ラッキーボーイ、連打。氷でできた美しい姉が自慢の女王様。あ、そうなんだ。デスアーク様に振り向いてほしいとよくぼやいている。で、使った感じそこそこ強いですという感じは僕の中ではありますね。そうか、びっくりしちゃったね、今。初回確定でしたね。はい、行きましょう。いきなり出たいなんて思っちゃいました。向いて黄色かったら、赤かったら、これは飛ばしいいね。っていう感じで進めていきましょうか。確か、黄色の玉からに、天才出るらしいんで、黄色だったらちょっと止まるかなと思ってます。おう、PR お願い。ナイス。もうほんと地道に回していくだけですね、これは。どれぐらい解放できるんだろうな。多分1か2くらいはできないかな。銀ゲ。うん、それぐらい解放してくれれば。まあ、R、クイバタ集めてもいいけどな。はい、ともだし。その、大丈夫博士像結構余ってるんで、R の。そういう使い方もありかなーなんて思ってます。PR がある程度集められるんであれば。PR 出んのこっち。ちょっと待ってください。方向転換しようかな。あ、出ないや。R か。あ、でも出るんだな。なるほどね。出るんだな、一応。まあいいか。スーパーやろう。入部届欲しいわ。1枚くらい。お、黄色。ナイス。あー、作れるかも。R が結構いれば作れるかも。うん、銀ゲ。銀ゲマジいらんな。お願いします。これ作れるな。これ作れるな。ちょっとよく出てくるな。 R だけ出るんだったら作れるよな、上でも。はい、だなーい。いや、でも作れないか。さすがにそんな余ってないか。プラゴは作れるな、でも。多分。お！うーわ。これ悔しい。多分皆さんも回してて、なんだこれって思ったんじゃないですか？虹来て。フェイントの金魚やめてほしいな。はい。
うん、なかなか出んですね。まあ、12回じゃ出ねえか。フェイントでしょ。はい、心の準備できてましたから、今回自分心の準備できてましたから、騙されないもん。いや、騙してほしいんだけどね、いい意味で。はい、飛ばしい。むむ、これは暗雲立ち込めてきたぞと。お、招きっすね。あ、招き出るんだ。結構お得意べかもな、したら。結構招き天才出てるっていう話も聞いてたんでね。いや、そこは食い旗で頼むわ。お願いします。はい、飛ばし、招き、ナイス。心の底からそれは嬉しい。そろそろいいんじゃない？1枚くらい。結構パワープロ界に貢献しているような気がしますよという音声認識があるかもしれないですからね、喋ってたら。おう、PR チケ。お前の貢献はこんなもんだよと言われた気分だったな。さ、いや、もういらない PR チケも SR チケも。天才の入部届け、もしくは食いバタ。さすがに SR の回収はしきれないと思いますね、ここの。銀ゲ、ちょっとカッターってまだ全くなんないんだけど、このね、100連はできないよな、 5個だから。で、460ぐらいから始まってますからね。なので、この90何連のうちに目指せ天才の入部届1枚、クイバタ SR1 枚ぐらいが出てくれると嬉しいですね。虹来なくなったな。お、噂をしたらクイバタ。さすがさすが。そろそろタイミング的に来るかなと思いましたけどね、フラグも立てたんで。もう招き固定にしてくれていいのにな。虹バッジ入れないと出ないしようかな。ちょっと気持ち入れてみます。ほら、食べろ。銀ゲでしたね。ちょっとだけグレードが上がったけど、なんとも言えなかった。お願い、そろそろ来い。皆さん体感どんぐらいでした？これこでーな、こでーだ。鼻詰まってきた。頼み申す。しかも PR の食いバトすら出なくなってきましたね。それは非常にまずいぞ。45無理かな。ちょっと無理そうな流れですね。神解放しないと。虹食べよう。虹色食べよう。ちょっと調子悪そうだから、ガチャ犬が。ダメだ、完全にダメになってしまった。
うん、それなりに回しますけど、まだ何も来ないですよ。ゲッゲッ。ん？プラス3でなんだ？なんか言ってたの今。プラス3、ああ。保有ボーナス解放ですね。なんだろうと思いました。なんか得点でもあるのかなと思っちゃいました。お、頼む、そろそろ。ああ、東条さん。東条さんですか。うん、普通のイベキャラも出るみたいっすね。おお、マジで連続。金毛か。確率がいい感じになってきたかな。もう中身なんでもいいから虹玉連発してくんないかな。そのサクセスのアイテムとかも虹に入れといてくれれば、なんかすごく楽しみが増えるというか、招き猫とかね。結構いい案だと思うけどな。銀、そう、もう必ず当たったと思えるようなね。やべ、今んとこ東条しか来てないぞ。うん、40回か。そろそろ折り返してるかも。天才出ねえ。神様、仏様、コナミ様、入部届けください。千丸付きの入部届けください。おう、お願いしたら PR チケ来るな毎回。うん、マジで PR 全然来ねえんだけど、食い方。お頼み申す。おい。うど。うん、結構エサル出ますね。うん、この試行回数で2回って、50回で2回でしょ。結構な確率だよ。うん、天才が出る気配がない。今何分ぐらい撮ってるかな、どうか。13分か。連打するか。20分くらいで収めたいからな。連打しましょうか。高速回転。高速回転いいな。止め方が難しい。銀毛。ほえ。水取り。ありがたみ全然ねえけど、おお、食い方ないっす。半分通り過ぎましたね。行くかな。おお、 SR チケ出ました。いいっすね、食い方結構出るな。ここに来て、調子ドリンクいらない。おお、招きナイス。
招きは普通に心の底から嬉しいですね。もう招きだけでもいいですもん、下手したら。曲サクセスで使えるんでね、動画の。やばい、天才、天才くれ、天才の入部届ください。おお、招きさん、やばい、大当たりだ。虹でいいよ、それ、招きさんは。もうなくなってきましたね、終わりだな。調子マックス。うん、そろそろ追いついてきましたね、スタジアムの方のバッチが。おお、金毛か。結構イベキャラの流れが続いてたんで、イベキャラかなと思いましたけど、終わる。僕のミキサー人生が終わる。食いバタマジか。ちょっと1枚くらい落ちてほしいけど、あと。うん、ゲンゲ。あー、チャラい。これ確認だけど、おう、PR チケ。これだけで回せるよね。あ、回せる回せる、オッケーオッケー。おお、さすが虹バッチ。やばい、天才届けは1枚も出なさそうっすね。見せ場なく終わるのか。まあこればっかりは結構試行回数いかないとダメなものだと思うので、まあ仕方ない感もありますけど、おい、おサイガ結構いいキャラ当たるな。東條とサイガ当たってますからね。うん、これ結構頑張ったらデッキ強化できそうな感じしますね。あんまりガチャ引かない方々ね。で、うん、もう終わりそうだ。そうか、100回近く引いても来ないのか。1枚くらい来るかなと思ったんですけどね。しかしまだ諦めない。もうそろそろ引けないな。うん、カラーバッジはなくなりましたね。残りはレインボーで攻めます。あと6連かな。
よう招きナイス。いやー届けくれ。残り3年です。奇跡を起こせるか。もうあざ笑うかのような赤玉ですね。さあラスト1連ですね。今回92回ですね僕は。さあ皆さん、今回の動画は以上となります。ぜひ皆さんのLikeボタン、チャンネル登録お願いできればと思います。また Twitter のアカウント名をコメント欄に書いておきますのでフォローいただければ嬉しいです。また次の動画でお会いいたしましょう。からの当たったキャラを見ておきましょう。こっちじゃない、こっちかな。というわけで、クイバタの PR が 1,2,これで見た方が早いかな。レアリティ、はい。そうっすね、クイバタが、PR 結構いるぞ。1,2,3,4,5,6,7? そこそこいますね。うん。クイバタがそこそこいたので、もしかしたら、ワンチャンス上限解放あるかもしれません。まあ、大丈夫、アガセゾ使ってもいいかもしんないですね。まあ、取っといて、まあ、今後使いたくなったら、召喚する感じかな、という感じで考えてます。無理してプラス5にする必要はないけど、まあ、なんでしょうね。プラス5にならないのを見越して、PR ぶっ込むのももったいない感じのキャラかなと、立ち位置かなと、僕的には思いますね。はい。では、また次の動画でお会いいたしましょう。